こんにちは、声優の加藤恵美里です。こんにちは、徳井空です。はい、今回ですね、私たちがお互いを撮影し合った、声優友社のデジタルフォトブックを紹介します。やったはい、というわけで本当にお互いにね、いろいろ写真を撮らせていただいて、そうなんですよ、楽しかった、楽しかった、めっちゃ楽しかったです。本当？めっちゃ楽しかったです。よかった。いや、しかもこのね、こう写真をチョイスして全部改めてまとめてみたら、また嬉しさが100倍になりました、うん、ね。なんかあの時は本当カメラのマインダー、モニターからしかどういう風に写ってるかわからなかったけど、今回はいろんな写真をセレクトするために印刷してくださったんですけど、うん、はい、なんかいい写真だね。改めて見るともうどれもいいのばっかりで、本当にそんな中、はい、お互いにこう撮った写真でお気に入りの一枚っていうのを選んだんですよね、うん、はい、選びました。はい、じゃあ私から発表します、はい、お願いします。私がそらちゃんが撮ってくれた、うん、私の写真、お気に入りの一枚はこちら、はい、ちょっとね、引きの写真なんですけど、うん、このバランスがとってもいい、あの私赤いワンピースを着て、うんうん、でたまたま通りかかった公園で撮影した写真なんですけど、うん、この公園の広さとこのポツンと赤い服を着た私で伸びる影、うん、これがねすごく素敵な写真で、すごく素晴らしい、なんだろう、本当に作品として仕上がってる写真だなって嬉しいお言葉思いました。やったー。で、私が撮ったソルちゃんのお気に入りはこちらです、うん、これはすごい、あの駅の近くの、うん、なんていうの、橋、橋ですかね、川にかかってて、うん、で撮った写真なんですけど、うん、これも急遽じゃあそこも使いましょうみたいな感じで撮った写真なんですけど、うんうんうん、ちょうど夕暮れ時、うん、日が落ちる時間だったので、でこれがまた私この夕日感を出したかったから、うん、ちょっと暗めに撮ってるんですよ。お、そうなんですね、うん、なんか明るくすると女の子は綺麗に写りますけど、うん、あえてこの夕日感と、うん、そのアンダーなローキーっていうか、なんかちょっとグレーのある感じ、うん、ちょっと哀愁漂うような、いや、めっちゃ哀愁感じます。なんか直接ない時間みたいな感じがちょっと演出できたかなと思って、うん、いや、すごい、うん、その狙いがすごいいや、すごい考えられて、私はもうシンプルにこう映ってるだけだったんですけど、もうめちゃめちゃ考えられてシャッターが切られてるんだと思うと、なんだろう、なんかすごく愛を感じて嬉しいです。めっちゃ本当に、とんでもない、本当にそらちゃん撮ってて楽しかった。いや、嬉しい、ありがとうございます。で、ちょっと続いて私のセレクションをいきたいと思います、はい、私がですね、まず撮っていただいたお気に入りの1枚はこちらです。じゃじゃーん、おー、これ自販機があるところでちょっと何気なく佇んでる私みたいな感じなんですけど、うん、意外とやっぱりこれまで皆さん世に出て見てもらってる写真で、こう決め顔をもちろん決めてる、自然な笑顔だけども、やっぱ決めてる感じが顔が多い中で、うん、結構この私の何気ない微笑みってなかなかなかったんで、あ、私こんな何気ない微笑みするんだなってちょっとなんか客観的に見ることができて、で色味も本当に素敵ですし、エミリーさんのセンスも詰まっていて、で私的にも新しい私だったのでお気に入りの1枚です。嬉しい。そして、得意で撮ったエミリーさんのお気に入りの1枚はこちらです、うん、じゃじゃじゃん。なんといってもこのカメラへの愛情がたっぷりで写真を撮るエミリーさんの姿がやっぱりこの旅で一番印象的だったので、それを撮ることができて私は嬉しいです。そうだよね、だって撮影してる時はそらちゃんはこのカメラ構えてる私をずっと見てるわけですもんね。いや、そうなんですよ。あと、そう、エミリーさん撮る時の声がやっぱ可愛い、当たり前なんですけどはい、行きます、あ、もうちょっと明るくかみたいな、その言ってる作業してる声が可愛くて、なんかよりなんだろう、
ことができました。よかった。いやそれは結構大きいなと思いましたね。嬉しい。素敵ボイスで撮っていただいたのも、うん、このトモシャならではの思い出だなと思いました。そうですね。なんかソラちゃんが撮ってくれた写真は本当にこう商品として表にやっぱりあんまり出てこなかったような写真がいっぱいあって、それがすごくみんなにも新鮮な写真に写ってると思うので、本当楽しみにしててほしいです。いや私の写真もですね、もうかなりもうレベルが高い、本当に一枚一枚の完成度がすごいんで、ちょっと改めて、いやこんなに美しく撮ってもらってめっちゃ嬉しいです。もう本当に嬉しい。とんでもないです。まあ、こんなね素敵な写真たちが本当にいっぱい詰まったフォトブックなので、皆様にぜひぜひ見ていただきたいです。ぜひ見てほしいです。なんとあのグラジャパで購入するとグラジャパ限定カットもつくそうです。さらにそれぞれのフォトブックの他に、2つのフォトブックを1冊にして特典カットを追加した合本版も出ちゃうみたいなんで、両方楽しみたい方はぜひそちらもおすすめです。はい、ぜひぜひチェックしてください。